望んだ未来。最近というか、数年前に実際あった出来事なんだけど、ちょうどそいつの七回忌も終わって、みんな安堵していると思うし、俺も我慢していたから吐き出したいんだよね。七回忌をしたのは、俺と中学高校と同級生だったやつ、仮に A としておく。A とは部活も一緒で、卒業して進路が別々になってからも、それなりの付き合いがあった。そんな A だけど、女性関係に恵まれないというか、なんというか。初めての結婚が早くて、A は高校卒業して社会人、22歳の時に結婚した。嫁さんが同い年だったんだけど、男関係にだらしがなかったらしくて、結婚3年目にして不倫されて離婚。以来、いろいろと努力をして違う女性と付き合ったりするんだけど、ほとんどが A が捨てられてしまう形で終わってしまっている。誤解がないように言うけど、A の性格的には問題があるとかそういったことはほとんどなくて、ほぼ相手方の不倫。大学を卒業して地元に戻ってきていた俺は、元嫁とか元彼女たちと別れるたびに、次だ次って楽しく酒を飲んで A を励ましてきた。そして A と俺が31歳になった時、久しぶりに A に彼女ができて、 A は年齢的にも最後の恋愛にしたい、つまり結婚まで考えて彼女と真剣に付き合って、そして婚約をしたまでは良かったんだけど、その彼女がマリティブルーになった時、他に好きな人ができてしまった。よくある話ではあるんだけど、 A にとっては過去のトラウマと合わせて耐え難いことだったんだろうな。やり直したいとか、謝るとか、A に問題があるわけではないのに、見てるこっちがかわいそうになるくらい必死に懇願していたんだけど、結局は破談。A はボロボロになって、仕事を退職して、鬱になってしまった。1年くらいそんな状態が続いたんだけど、俺とか部活の同期とかみんなで、飲みに誘ったり、少しずつではあるけど、A は回復をして、社会復帰をし始めた。順調に仕事も始めて、俺たちも安心していたんだけど、でも現実というか、神様はもっと残酷なことを演技したんだ。調子が悪いってことで、病院に行ってきた A。俺たちは後から聞いて、当時は知らなかったんだけど、A は癌だったらしい。失恋と病気。A は薄々自分のことを察したのか、徐々に荒れ始めた。荒れたと言うと語弊があるけど、その時 A から散々言われたのが、なんで俺だけが、お前はいいよな。幸せそうで。俺には幸せになる権利もないのか。子供が欲しかった。あったかい家庭を作りたかった。たったそれだけのこともできない俺って一体何なんだ。みんな不幸になればいい。俺だけがこんなことになるのは許せない。恨み、つらみのオンパレード。 A のご両親も A の思いを知っているから
黙って聞いているしかないんだ。励ましに行った俺たちにもそんなこと言いまくるもんだから、だんだんと疎遠になっていって、結局一年待たずに他界。葬式もご両親の意向で誰にも知らせることなくひっそりと行われた。自分は知っていたんだけど、ご両親から口止めされていた。ここまでが前段階の話。その後、A に関係する人たちの周りで、ローテーションみたいに不幸が起きまくった。自分が把握していて書けるだけ書くけど、もらい事故を起こして、右大腿骨、複雑骨折。これが俺。雪の日に転倒して、頭を打って、1ヶ月意識不明。A が勤めていた会社が、急激に業績の悪化。会社の同僚の人が、仕事を苦に自殺。友人の子供が、車にひき逃げされて渋滞。違う友人は、火事で自宅が半焼。また違う友人は、何もない直線道路で事故を起こして、責任を取って会社を辞職。本人曰く、どうしてこんなことをしたのかわからないとのこと。また違う友人は、嫁さんと急に険悪になって、別居後に離婚。またさらに違う友人は、嫁さんが料理中に誤って、油をかぶって大やけど。たまたまだと思うかもしれないけど、これがすべて3ヶ月間で起こったこと。さすがにこれはおかしいということで、俺はすべてのことを友人たちに話した。聞いた友人たちも、これ、A だよな、って真剣な顔で、俺の話を聞いてくれて、同級生で寺の和尚になっていた奴と一緒になって A の墓前に行って、どうかもう許してほしいって心から冥福を祈ったよ。でもダメだった。その3日後くらいに夢に A が出てきて、俺に言った恨み事を繰り返した後、俺の子供が高熱を出して肺炎になって入院。同時期くらいに墓に行った奴らもインフルエンザとか原因不明の体調不良で入院したりと散々だった。ちなみに同級生の和尚も寺で滑って転んで左手を骨折。その頃になるとお互いの生存を確認する連絡が頻繁に行われるくらい、みんな参ってしまって、どうしようもなくなった俺は友人の B と、心苦しかったんだけど A のご両親にすべてをお話しして、どうやったら A の魂が成仏してくれるのか、そう今考えたら不謹慎この上ない言い方だけど、真剣に両親に相談した。ご両親も思うところがあったのか、A についていろいろと話してくれたんだけど、ふとお母さんが、元カノさんも大丈夫なのかしらって漏らして、俺も B もそういえばと疑問に思って、お母さんにお願いして連絡先と住所を聞いて、恥も外文も捨てて A の元カノの実家に行ってみた。玄関で呼び鈴を鳴らして、出てきたのは元カノのお母さん。最初は怪訝そうな顔で対応していたんだけど、自分たちの身分と今までにあったことを包み隠さずお話ししたら、急にお母さん泣き出してしまって。A の後に付き合った人と結婚して、結婚相手の子供を宿したけど、流産した。ちょうど A が亡くなった後くらい。
そのことが原因で結婚相手の男性とうまくいかなくなって離婚。病気になってしまって、今は仕事もしないで自宅で療養中。ということを少しずつ話してくれた。お会いできますかって聞いたら、少し悩んだ後に、娘に聞いてきますって奥に行った後、お母さんと一緒に A の元カノが出てきた。 A とは一時婚約した間柄だから、 A に紹介されて俺も顔は知っているんだけど、その時紹介された人だよなって思うほどやつれていて、人相が変わっていた元カノを見て、元カノの身に何があったのか、お母さんの話を聞いた時以上に確信した。それで開口一番、つい口をついて出してしまったのが、A に悩まされているのかっていう言葉。5年くらい経って、なんであの時そんなセリフが出たのか疑問だけど、その時はもう自然にその言葉が出たんだ。そうしたら元カノは、小さく首を縦に振って泣き出した。後で聞いた話だと、結婚してから結婚相手と暮らしていた家で、突然電球が割れる。電化製品が勝手に動き出す。壁の外からドンドンと叩かれる。極めつけは A の声が聞こえてきて、そのストレスから流産してしまったらしい。元カノや俺たちへの恨みがそこまで大きいんだと思った俺は、友人たちと一緒に除霊の専門家や地元の神主さん、恐山のいた子とか、もういろいろと手を尽くして払ってもらったんだけど、そのどれもが全く効果がない。俺たち、このまま A に殺されるのかな？って、友人たちと話をするくらい追い詰められた。その後もしばらく大小様々な不幸が続いているとき、友人 B の親父さんから、少し離れた部落に昔からお祓いをしている人がいるって聞いて、藁にもすがる思いで、俺と友人 B でその人を訪ねてみた。その人は、年齢が80近いおばあさん。これこれこうでって、俺たちが事情説明も終わらないうちに、事情はわかったよ。でも、それは私ではどうにもならない。私には彼が見える。彼が生きているうちに、できなかったことをさせてやりなさい。って言われた。あいつができなかったこと？そこからは、もう無我夢中で行動した。まず A の自宅に行って、ご両親に婚約指輪があるかを確認。ご両親が取ってあったんで、それをお借りする。不幸が続いていて、影響を受けた人間、友人、元同僚の人たちに話をして、さらにカンパを募る。元カノの家に行って、30過ぎた男3人土下座して、元カノを説得して了解を得る。そして、前に墓前に行った和尚と友人一同と共に、再び A の墓へ。ご両親の立ち会いのもと、業者さんにお墓を開けてもらって、A が入っている骨壺を出してもらい、そこに、婚約指輪をつけた元カノから、皆で募ったカンパで買った結婚指輪を入れてもらう。代理で、和尚から元カノに指輪を渡して、墓前での結婚式の真似事。お墓に向かって、結婚おめでとうっていうのは、後にも先にも、もう一生ないと思った。旗から見たら、ものすごく異様な雰囲気だけど、集まった人全員が真剣そのものだった。
そして俺が代表して骨壺をお墓の中に戻し、 A が好きだったビールを優勝祝賀会のようにみんなでお墓にかける。そんな普通なら絶対にしないことをして、最後は和尚に読経してもらいながら線香を手向けて、その日は終了。これで A が満足するのか、正直みんな半信半疑だった。でもそれから先は全く変なことも起こらなくなって、みんなへの確認でもみんな同じような状況に。それから数週間経って、俺の夢の中に A が出てきた。よくは覚えていないんだけど、A がめちゃくちゃ謝っていて、それに俺が説教をしていた夢だった気がする。そんな夢を見た後は、逆にみんなにいいことが多くなった。私生活、仕事、金銭面、対人関係、こういったことで不思議と悩み事がなくなっていった。もともと A は明るくて社交的で、みんなが嫌がることでも進んでやる、部活でも頼りになる仲間だった。死の直前、自分のことを追い詰めて狂ってしまったがための暴走だったんだなと今では思う。先々週終わった A の七回忌、当時関係した人が集まって親睦会という名の飲み会をした。みんな時期は違うんだけど、夢に A が出てきていた。当時協力してもらった A の元カノさんの夢にも出てきて、目いっぱい土下座して謝ってきたらしい。ありがとうって言ったら満足して消えていったけどねっていう言葉を聞いて、女の人って本当に強いなって思った。元カノさんはその2年後に再婚して、今は旦那さんと娘さんと幸せに暮らしている。終わり際、友人 C が言った言葉。結局あいつ、元カノと元さやに戻りたかっただけなんじゃねえのか？最高にめめしいな。一同大爆笑。次は13回忌に集まって、みんなで飲もう。そういう話になってお開き。散々引っかき回した挙句に、最後はそういうことだったのかって。みんなで笑えるくらいまで当時の後遺症が消えてきた。女の恨みだけじゃなくて、男の未練から来る恨み、それもあるんだなって思ったけど。本当に当時は疲れた。今でも A には多少は頭に来るけども、A の当時の無念さってものを考えたら、それも仕方ないのかなって。葬式に全員で出席していたら、とか、いろいろと思うこともあるけど、A も今は全く夢に出てこなくなったし、笑って許してくれると思って、ここに書かせてもらった。